世界に羽ばたくナンバーアンダーラインアイビルボード、広告戦略がもたらす新しい風。5月19日午後7時すすと、5月20日午前2時日本時間キックオフ。ラリガ FC バルセロナ VS ラージョバジェカーの。音楽業界は常に進化し続け、アーティストたちは自身の存在感を世界中に示すために新たな手法を模索しています。最近、特に注目を集めているのは、 ナンバーアンダーラインア I というアーティストのビルボード広告キャンペーンです。このキャンペーンは従来のプロモーション手法とは一線を画し、世界各地で目に見える形でアーティストの存在をアピールしています。今回はこの広告戦略がどのようにしてアーティストの活躍を支え、さらに音楽業界全体に影響を与えているのかについて掘り下げてみましょう。ビルボード広告は長い間、 製品やサービスを広く知らしめるための効果的な手段として用いられてきました。しかし、音楽業界においては、ビルボード広告がアーティストのブランド力を高めるためのツールとして再評価されています。特に、n o ーアンダーラインアイのキャンペーンは、その効果を最大限に引き出す方法を見つけ出しました。5月19日午後7時すすと、5月20日午前2時日本時間キックオフ。 ラリガ FC バルセロナ VS ラージョバジェカーのスペインのバルセロナにあるカンプノースタジアムは FC バルセロナのホームグラウンドであり世界中からサッカーファンが集まる場所ですこのスタジアムの試合日に掲示されるビルボード広告は試合を観戦する10万人の目に留まりますこれによりナンバーアンダーライン I は一夜にして世界中のサッカーファンに認知されることになります試合の興奮とともに ナンバーアンダーラインアイの名前が心に刻まれることでしょう。この戦略は単なる広告以上のものです。サッカーの試合というエンターテイメントの場に音楽の要素を持ち込むことでファンの感情に訴えかけることができます。FC バルセロナの試合に訪れるファンはサッカーの熱狂だけでなくナンバーアンダーラインアイの音楽にも興味を抱くでしょう。例えば試合のハーフタイムにナンバーアンダーラインアイ の楽曲がスタジアムで流れることを想像してみてください。スタジアム全体が音楽に包まれ、観客の心が一体となる瞬間は、単なる広告の枠を超えて、アーティストとファンの絆を深める貴重な時間となります。ナンバーアンダーラインアイのビルボード広告戦略は、バルセロナだけにとどまりません。ニューヨークのタイムズスクエア、東京の渋谷スクランブル交差点、ロンドンのピカデリーサーカスなど、 世界の主要都市で展開されています。これにより、ナンバーアンダーラインアイはグローバルな存在感を確立し、各地の文化に溶け込むことができます。例えば、タイムズスクエアでの広告は、24時間絶え間なく流れる観光客や地元の人々の目に触れるため、非常に効果的です。ニューヨーク市民や観光客がナンバーアンダーラインアイの名前を目にするたびに、その存在が記憶に刻まれ、 アーティストの知名度が自然に向上します。このような大胆な広告戦略は音楽業界全体に大きな影響を与えています。ビルボード広告の効果を実感した他のアーティストやレコード会社も同様の手法を取り入れるようになるでしょう。これにより広告業界と音楽業界の融合が進み、さらに多くのアーティストが世界的に認知されるようになることが期待されます。また、 広告を通じて音楽が日常生活に浸透することで音楽そのものの価値も高まります。例えば日常的に目にするビルボード広告がふとした瞬間に耳にする音楽と結びつくことで音楽の魅力が一層引き立つのです。私自身も音楽ファンとしてこのような広告戦略に大いに興味を持っています。例えば日常的に通る渋谷スクランブル交差点でナンバーアンダーラインアイ の広告を目にするたびに新しい音楽に触れる喜びを感じます。また、スタジアムでの広告が試合の興奮とともに新たなアーティストの発見につながる瞬間を想像すると胸が躍ります。この戦略は単にアーティストの知名度を上げるだけでなくファンとの新たな接点を生み出す重要な役割を果たしているのです。No.1 I のビルボード広告戦略は 音楽業界に新しい風を吹き込んでいます。サッカーの試合や主要都市での広告展開により、アーティストは世界中のファンと繋がることができました。これにより、音楽の楽しみ方が広がり、業界全体が活性化することが期待されます。未来に向けて、このような広告戦略がさらに進化し、より多くのアーティストがグローバルな舞台で活躍できるようになるでしょう。 そして私たち音楽ファンも新しい音楽との出会いを楽しみにしながら日々の生活に彩りを添えることができるのです。このような革新的な広告戦略がどのようにして他のアーティストや業界に影響を与えるのか、そして次にどのような進化を遂げるのか、今後の展開に大いに期待したいところです。あなたはどのように感じますかこのような広告戦略が音楽業界に与える影響について、 さらにどんな可能性があると思いますかぜひ、あなたの意見も聞かせてください。ビルボード広告戦略が持つ可能性は無限大ですが、同時に新たな挑戦も生まれます。例えば、広告の効果を最大限に引き出すためには、適切なタイミングと場所の選定が重要です。サッカーの試合や大都市の繁華街など、人々が集まる場所での広告は非常に効果的ですが、 それでも人々の興味を引き続けるためには、広告のデザインやメッセージ性にも工夫が求められます。デジタル技術の進化も、ビルボード広告戦略に新しい可能性をもたらしています。例えば、インタラクティブなデジタル広告を導入することで、通行人や観客が広告と直接対話できるようにすることができます。これにより、広告が単なる視覚的なものにとどまらず、 体験型のプロモーションツールとして機能するのです。一方で、ビルボード広告が持つ環境への影響も考慮しなければなりません。大規模な広告キャンペーンは、エネルギー消費や廃棄物の問題を引き起こす可能性があります。そこで、環境に配慮した広告手法を導入することが求められています。例えば、エコフレンドリーな素材を使用した広告や、再利用可能なデジタルディスプレイを活用することで、 環境負荷を軽減することができます。また、広告キャンペーンを通じて、環境保護のメッセージを発信することで、企業やアーティストが社会的責任を果たしながら、ブランド価値を高めることができます。ナンンバーアンダーアダライン1のビルボード広告戦略は、グローバルな視点を持ちながらも、各地の文化や社会に合わせたローカルなアプローチを採用しています。 これにより、広告がより現地の人々に共感され、受け入れられやすくなります。例えば、ニューヨークのタイムズスクエアでは、ダイナミックでエネルギッシュな広告が好まれる一方で、東京の渋谷では、クールでスタイリッシュなデザインが求められることがあります。地域ごとの文化やトレンドを反映した広告を制作することで、ナンバーアンダーラインアイのブランドがより親しみやすくなるのです。 さらに、広告戦略において重要なのは、個々のファンに対してパーソナルな体験を提供することです。例えば、ナンバーアンダーラインアイのファンが広告を見た後に、特典付きのイベント招待や限定グッズの提供を受けることができるとしたら、そのファンはより深く、ナンバーアンダーラインアイとのつながりを感じるでしょう。